翼指流ア目は、翼流目の2大グループの一つ。和名では、プテロダクテルスア目、翼手流ア目とも言う。中世代ジュラ紀後期から白亜紀末までを、世界中に分布する、代表的な飛翔動物として繁栄していた。グループの名称は、この一群を代表する属プテロダクティルスの語義、パイタウイプシロンローニュー、テロンデルタカッパタウープシロンラムダ。 ラクトローズから取られ、和名はそれを意訳したものである。翌流木のもう一つのグループである、くちばしくち流あもに遅れて、中世代ジュラキ後期に現れ、以後、白亜紀の終焉までを、世界の空に反映した。くちばしくち流あもに比べて、一層の特殊化が進んでおり、祖先種と目される化石はまだ発見されていないが、くちばしくち流あもから進化したことはほぼ間違いないと、 考えられている。生息気候期には非常に大型の種が現れたことでも知られ、史上最大の飛翔動物もこのグループに属する。一方、最小シュプテロダクティルスエレガンスは、翼流の中でも最小の翼海長25センチメートルほどである。くちばしくち流あもに対して、以下のような身体的特徴を持つ。基本的には、魚食性、小型のものは、 虫食性であると考えられているのは、くちばし口流あもなどと変わりはないが、特筆すべき点として、露過接触性のものが現れていることが挙げられる。クテノカスマカの抑流は、上下学辺円に細長い歯が外向きにびっしりと並び、プテロダウストロカでは、下顎から上向きに細い毛状の露過構造が並び、時代や場所を超えて似たような露過接触に適応した構造を進化させた。 彼らは、原生鳥類のフラミンゴやカモ類のように水中の微小生物をその構造で露化して食べていたと考えられている。くちばし先端に水切りを持つアンハングエラまた、魚食性の仲間にも捕食行動に即した構造を独立に獲得したものがいる。クリューリンクスカやアンハングエラ科では、興奮先端に、うちわのような半円の景観上構造を有している。これは、一般的には、 水面上を飛翔しながら、興奮を水面下に投入して餌となる魚を捕まえる際に水切りとして抵抗を減ずるための構造であったと考えられている。原生の鳥類にもくちばしが側平たしているものはいるが、特に興奮先端にそのような景観上構造を発達させたのは、翼竜独自の方法である。翼竜類は羽ばたく能力を持たずすべて滑空のみで、 あったという旧来の説は現在ではほとんど否定され、翼流はちゃんと羽ばたいて、動的飛翔を行っていたというのが一般的な見方である。しかし、このグループに属する白亜気後期に現れた大型種もバタバタ羽ばたいて、飛翔していたというのは、さすがに現実的ではなく、主な飛翔は滑翔、保障によると考えられている。ジュラッキや三畳機の翼流も、 飛翔動物である以上、常に羽ばたき飛翔を行っていたのではなく、ある程度の大きさのものは羽ばたきに滑翔、歩、翔を織り混ぜて飛翔していたのは、ほぼ確実であるが、滑翔、歩、翔をその主な飛翔形態としていたのが明らかとなったのは、白亜紀後機の翼指流輪木の仲間が最初である。翼指流輪木には、以下のトガが含まれる。 くちばしくち流は木に対してその価数は4倍となっており、多様性の増大が認められる。基本的な構成は、ウェルン・ホファーに従っている。プテロダクティルスコキの復元図、ゲルマノダクティルス属の復元図、ニクトサウルスの復元図。ありがとうございます。